皆さんこんにちは。イミックスグループの代表の浜野正樹と申します。いつもご視聴ありがとうございます。本日は合格自習室を活用して司法試験に受かったことについてと合格される方の特徴についてご案内をしたいと思います。おかげさまでですね、合格自習室事業は2011年からやっておりますので、こちらもなんと間もなく10年を迎えます。前からスクール事業も15年ですね。自習室事業が10年ぐらいやってるんですけども、この中でですね、合格をされてる方の特徴ですね、ここ皆さん聞きたいと思うんですよね。どういう方、何が違うのっていうのですね、これご案内をしたいと思います。で、今回ですね、コロナの影響でですね、通常司法試験は5月だったんですけども、延期になって9月になってしまったんですね。で、司法試験というのはですね、4日間かけて行う試験になるんですけども、この結果が出るのがですね、4ヶ月後なんですよ。つまり5月であったものが9月になるんですけども、今回試験そのものがですね、延期になりまして9月だったんですね。で、1月に結果が出ておりまして、合格しましたってご連絡いただいたんですけども、合格される方とですね、されない方の特徴をですね、今までですね、弊社もサービス業としてやっておりますので、延べ7200人以上の方が自習室を利用しているんですけども、中にはやはり苦情をですね、苦情であったりとか、細かい方を言う方っていうのがやっぱりいらっしゃるんですね。で、そういった中でですね、ご意見を言う方はいいんですけども、そういう何と言ったらいいんですかね、もう言いがかりというか、あんまないんですけども、そういう方っていうのはあんまり受かってない、合格されてないっていうのがですね、これがちょっと現実なんですね。つまり、じゃあどういう方だろうってことなんですね。細かい方、自習室を利用される方っていうのは基本的には細かい方だと思います。細かい方というか、神経質な方ですね。通常あれば図書館に行くんですけども、図書館に行かないで自習室をお金を払って借りるということは、基本的には神経質な方が多いっていうのは事実です。これは以前ですね、うちで英会話で通われてた方でですね、司法試験に受かった方で、小学生スタッフ利用した方に聞いたんですけど、やっぱり神経質だっていう話をね、ご自身でされて、女性の方ですけどもね、されてましたが、2年ぐらい前ですかね、受かりましてですね、司法試験に。でですね、この受かった受からないのこの違いなんですが、やはりですね、細かいのは細かいかもしれないんですけども、ものすごく細かく言う方っていうのが、やはりですね、今まで見た感じだと受かってないような感じなんですね。じゃあそれはなぜかというふうにですね、突き詰めていくと、つまり集中できてないということなんですね。細かい方というのは基本的には許せないっていうことなんですよね。許せない、何が許せないか、許容範囲が狭いってことですよね。そうですよね。これね、英会話でも自習室でも言います。実際ところですね、 eMix でも細かく聞かれる方、特に15分とか20分とか聞かれる方っていうのは基本的にはお断りをしております。お断りって言ったらね、語弊があるので、ちょっと考えておいてくださいって言ってですね、もうその場を離れるということをさせていただくんですね。なぜかというと、やはりですね、細かい方、一番いいのはご自宅でやるのが一番いいわけなんですね。ご自宅でやるのが一番いい、誰も邪魔しませんから。なんだけど、それができないから、こちら来ていただくんですけども、その時に他の方もいらっしゃるので、やはりですね、神経質な方っていうのは周りがやっぱ目気になってしまうんですよね。周りが気になって集中できなくなってしまうって、こういうちょっと悪循環があるわけですね。だから個室で借りればいいじゃんってところなんだけど、個室は借りられないと。もしくは自宅でやればいいじゃんって言いたいところなんだけど、自宅では集中できないとって、こういう風になるわけなので、なかなかね、難しいです。これね、他のですね、自習室やってる方ともね、お話ししたことあるんですけども、これやっぱ共通してるんですよね。だからeMix がというわけではないんですよ。やっぱ細かい方っていうのが、かなり神経質な方ですね。かなり神経質な方っていうのは難しい。なので実際ですね、eMix ではですね、なんと利用規約に、かなり神経質な方は利用できないとまでこう記載してるんですよ。これね、やっぱね、いい影響を与えないんですよね、その空間が。つまりうちとしてはどういう空間を提供しなきゃいけないかというと、ほとんどの方の目的、合格するために自習室を利用するわけですから、合格できるような環境にするわけですよね。合格できない環境にしてはダメなわけですよ。じゃあ合格できるような環境って、合格できる人が利用する環境にすればいいと思います。じゃあ合格する利用する人ってどういうことかというと、
神経質じゃない方ってこういう風になっていくわけですよ。過度に細かい方じゃないか。これですね、他の会社のですね、同業の人さんからもご意見をいただいたんですけども、これ細かい方、神経質、クレーマーとかもこの系統ですね。この系統の方というのはちょっと受かりにくい、試験が受かりにくいという特徴がありますので、もしですねこちらご覧になってですね、自分がそれ該当してるんであれば直した方がいいのかなと思います。どう直すのっていう話にはなるんですけども、なぜかというとですね、この気質というのはね、なかなか変わらないんですよね。気質、性格も変わらない、気質ですね。私も結構怒りやすいんですよ、そういうのね。怒りやすい、ちょっとね、やっぱりせっかちなんですよ、私ね。せっかちで怒りやすいっていう、この気質は変わらないわけですよね。だから伸び伸びとしている方っていうのもいらっしゃるじゃないですか。だからこれが悪いっていうんじゃないです。だからせっかちが悪いというわけでもないんで、これ気質なんですね。気質、一番簡単にコントロールできるのってのは行動なんですよ。例えば皆さん、右手を上げてくださいって言ったら、右手上げられますよね。こう変えることできるんですね。言葉もそうですよね。〇〇おはようございますと挨拶で言ってくださいって、こう簡単にできるね。例えばリンゴを思い浮かべてくださいって言ったら、こう思考、考えも簡単に変えられるわけですね。ところが今言ったように気質とか、もしくは生理反応ですね。例えば今から泣いてくださいとかですね、こういったものっていうのはなかなかちょっとできないんですよ。なので、これちょっと難しい部分ではあるんですが、ここを意識するとだいぶ勉強の効果が上がるということでもなるんじゃないかなと思います。これ同業者さんにいろんな方に聞いてるので、これはね、うちだけではないんで結構事実だと思いますので、もしそれにね該当するような方がいればですね、その辺を意識いただくだけでもだいぶ効果的に勉強できるんじゃないかなと思いまして、こちらのビデオを作成させていただきました。はい、ご清聴ありがとうございました。こちらのビデオをご覧になってくださいましてありがとうございます。私が英会スクールを15年以上経験した実績、経験、ノウハウ、体験を凝縮した内容となっております。こちらの内容がよろしければ高評価、チャンネル登録をいただきまして、コメントがございましたら概要欄に書いていただきますと励みになります。本日もありがとうございました。